エアスピネルは、日本の競争馬である。主な勝倉は2015年のデイリーハイ2歳、ステークス、2017年の京都金牌、富士ステークス。場名の由来は、冠無理名隊に伝わる伝説の竜の形をした馬。2015年9月12日、阪神第5レースでデビューし、単勝1.9倍の一番人気に押される。 パドックではうまっ毛を出すなど幼い面も見せていたが、レースでは3番手を進み、最後の直線でハリケーンバローズが外から並びかけようとするところを突き放し、2話審査で解消。タイムは1分34秒5であった。新馬戦後の9月17日、エアスピネルは宮城県にある山本トレーニングセンターに放牧に出された。調教師の笹田は秋が深まった頃に、 復帰とコメントした。二戦目は11月14日、京都のデイリーハイ二サイステークスに出走。雨が降り、やや銃の馬場状態の中で開催された。一番人気こそ、デビュー三連勝中で、中京二サイステークスと小倉二サイステークスを制した、集字に譲ったものの、レースでは、逃げる集字をマークする展開の後、最後の直線で肩むちを一発入れただけで集字を、あっさりかわし、 に連勝を飾った。アサヒハイ FS、最後の直線の様子3戦目となった12月20日のアサヒハイフューチュリティステークスは母エアメサイアの主戦を務め、エアスピネルのデビューから参戦続けて起乗する、竹豊の史上初ジョギー全制覇なるかどうかという一戦であり、単勝1.5倍の圧倒的な一番人気に支持された。レースでは中断を進み、 最後の直線残り300メートルで持ったまま先頭に立つ。そこから束を引き離すも大外から2番、人気量とディーズの強襲に遭い、残り100メートルあたりで並ばれ、残り50メートル地点で差し切られ2着。GI 制覇には3、4馬身及ばなかった。しかし3着シャドーアプローチに4馬身差つけており、負けてなお強しという内容だった。くしくも、 10年前の2005年に行われた第66回優秀品馬で、リオンディーズの母、シーザリオが、エアメサイアを、後方から、ゴール寸前で差し切ったのと似た結末となり、大記録を一したたけしは、そこまで、お母さんに似なくていいのにね、とコメントした。朝日ハイ FS5 は、山本トレセンへ放牧に出され、クラシック一冠目、サツキ賞を目指すことが発表された。例年内初戦として、 サツキショートライアルの弥生賞に出走。このレースでは、アサヒハイ FS 覇者の1番人気リオンリーズ2連勝で、若駒、S を勝った2番人気マカヒキ、そして、エアスピネルの3頭が人気を分け合い、4番人気体制サミットのオッツ20.8倍が示す、通り3強の争いとなった。エアスピネルは先段に位置し、直線では3強の争いになったが、途中からマカヒキと、 リオンディーズが競り合う形となり、エアスピネルはそれについていくも、上位2頭から2馬身離れた3着に終わった。3着以内に与えられるサツキ賞の優先出走権は得た。迎えたクラシック3冠、第1戦、サツキ賞に4番人気で出走。また、初めて面交を着用しての臨戦となった。レースでは、先行策を取り、直線に入る時には3番手と、 早めに、スパートをかけた。しかし迎えた、直線、先に先頭に立ったリオンディーズと並んだ際、リオンディーズが遮光し、エアスピネルは、不利を受ける。その頃後方から鋭い足で伸びてきた8番人気の、共同通信ハイバーマジェスティに交わされ、またマカヒキや、キサラギショウバ里のダイヤモンドにも交わされ、リオンディーズとの4着争いの、末恋で入選したが、審議になった。 約15部の審議の末、最後の直線で、リオンディーズがエアスピネルに馬体を寄せに行った際に、振動妨害したとして、4位入線のリオンディーズは5着に、降着。そこから、離さで5位入線のエアスピネルは4着に、繰り上がりとなった。降着が適用されたのは2013年に、降着制度が変更されてから、GEI では初の事例となった。続く、 日本ダービーでは3連敗を喫したこともあり7番人気と音評価を落とした。レースでは常時単独5番手につけ最終コーナーでは徐々に前へ詰めていった。最後の直線では隙を見つけそこから先頭に立ち、そのまま残り100メートル地点まで粘りも追い込んできたマカヒキやサトのダイヤモンド、ディーマジェスティに交わされ4着。その結果について、起乗したたけは、 生まれた年が悪かった。とコメントした。日本ダービーの後は山本トレセンへ放牧に出された。その後、神戸新聞杯からクラシック3冠、第3戦、喫花賞に向かうことが発表された。秋初戦となったキッカショートライアルの神戸新聞杯では、エアスピネルは少し差の開いた2番人気に支持された。レースでは珍しく安城の部が後方待機策を選択。 しかし、最後の直線で思うように伸びず5着に敗れた。そして迎えたクラシック3冠のラスト1冠、喫下賞単勝オッズは一番人気の佐藤のダイヤモンドが2.3倍、二番人気のディーマジェスティが3.2倍、三番人気のカフジ・プリンスが11.7倍と、完全な二強ムードとなった。エア・スピネルは3000メートルという距離への不安がささやかれ、 20.5倍の6番人気と評価を低くしてしまった。レースではスタートしてすぐ安城の竹豊が内に入れる高気状を見せたがエアスピネルは道中かかってしまう。常時3番手をキープし迎えた最後の直線では先に抜け出した里のダイヤモンドを追走する形となった。ディーマジェスティは振り切ったもののレインボーラインにゴール前かわされ3着となった。 年明け初戦には1月5日に行われた京都金杯に出走。久々のマイル戦で前走の菊花賞から1400メートルもの距離短縮となったためうまく対応できるかという不安要素はあったものの単焦1.8倍の圧倒的な一番人気に支持された。レースでは落ち着かない面も見せたが中段あたりで競馬を進めると最後の直線ですえ足を伸ばし 同じ4歳馬のブラックスピネルに強襲されました。ものの、花さ、推定わずか14センチメートル差しのいで優勝。デイリー杯2歳 S 以来、実に約1年2ヶ月ぶりの勝利となった。起乗したたけしは、この勝利により31年連続重賞制覇の記録を達成した。続いてもマイル戦の東京新聞杯に出走。 10頭立てと少数頭で行われ、ここでも単勝1.8倍の一番人気に押される。レースでは、まずまずのスタートを切るとちょうど中段の5番手あたりに位置を取る。良いスタートで先頭に立った、筋量が 1kg 軽いブラックスピネルが、前半戦2秒のスローペースを作り出し、中段以下に控える馬にとって苦しい展開となった。前走とは違いなんとか、折り合いをつけて、 レースを進めたものの、最後の直線では逃げた、ブラックスピネルの足は衰えず、逆に引き離しにかかった。エアスピネルは、外から差し切りを図るも、同じ4歳馬で金量が 1kg 軽い、プロディガルさんに競りかけられるとそのままかわされ、最後は、ブラックスピネルが逃げ切り1着、エアスピネルは3着に終わった。東京新聞配後は、山本トレセンに短期放牧に出され、 マイラーズカップから中5周のローテーションで安田記念を目指すことが発表された。4月23日予定通りマイラーズカップに出走。本競争が行われる京都マイルのコースは今まで2戦無敗、重賞2勝を上げ得意としているコースであった。人気では2014年のサツキ商場イスラボにいた前走東京新聞杯で先着を許した。 同じく4歳馬ブラックスピネルらを抑え、混戦模様の中、3.1倍の一番人気に押される。パドックや回収馬の際はいつも通りメンコを着用していたものの、ゲート入りの前のは乗りの段階で外し、やよい以来となるメンコなしでの臨戦となった。レースではややかかるそぶりを見せるも、集団の外で控えて進めた。 最終コーナーで外目からいい手応えで進出すると、最後の直線では逃げ粘るサンライズメジャーやその外から並びかけるヤングマンパワーをエアスピネルが外からかわそうと並びかけると、エアスピネルと同じく中段でレースを進めていた2番人気イスラボニータが内側からバグンの間を縫って進出し、並びかけられ、最後はイスラボニータにハンバシンを呼ばずに着。 重症3勝目とはならなかった。6月4日、2017年上半期の最大目標に掲げていた安田記念に出走。迎えた本番のレースでは、安城の部が後方からの競馬を選択し、第3コーナー付近では後方3番手まで位置取りを下げ、内側で待機した。レースは前半六百メートルが十三秒九と、ややハイペースで推移し、 迎えた最後の直線、内側から強襲を試みるも前の馬群が壁となり進出することができず、そのまま残り200メートルを通過した。しかし、そこからばらけた馬群をさばいて伸びるも前には届かず、5着に敗れた。なお、勝利した7番人気、里のアラジンから2着ロゴタイプまでは、首差、そこから3着レッドファルクスまでも首差。 さらにそこから4着グレーターロンドンまでも首差、さらに5着エアスピネルまでもそこから首差で入選し、着順掲示板のキサランはすべて首が表示されるという陳時となった。レース後、部は直線はなかなか前が開かなかった。また、4コーナーで前にレッドハルクスに入られたのが痛かったです。勢いがあっただけにあのワンプレイがなければ勝てていたかもしれないです。 とコメントした。7月19日、管理長教師の笹田和秀が、エアスピネルの次位相を札幌記念にすることが発表された。だが、その案上はデビューから十二戦手綱を取り続けてきた、竹豊でなく、クリストフルメールになることが明らかにされた。それは、部が同日に小倉競馬場で行われる、名称街道の誘導馬引退式に出席することや、 北九州記念に帰場するためであった。また、天皇賞、秋を見据え、部は、天皇賞で、北サンブラックに帰場するため、エアスピネルには帰場できないことから、その前哨戦である札幌記念から、安城交代することとなった。迎えた8月20日、札幌賞以来の2000メートル戦、さらに初経験のよう芝コースとなった札幌記念では、13頭立ての、 中8枠13番と、大外枠からの発想となった。抜群のスタートを切ると、新たな安状のルメールが、先行作を選び一番人気の山勝エースを見ながら3番手を、外目からの追走で競馬を進めた。最終コーナーで進出し、最後の直線で一旦は先頭に並びかけるもそこから、伸びあぐね、勝利した福平クアンプルールや、副平成田ハリケーン。 さらに山勝エースやサウンツ・オブ・アースにも交わされ5着。レース後、起乗したルメールは、リラックスして、問題なかったけど、4コーナーで反応が遅かった。止まってないけど伸びてない。距離は少し長いと思うと2000メートルを範囲に上げた。安田記念と札幌記念の2戦続けての5着を喫し、今後へ課題を残す結果となった。その後、札幌記念の結果を受け、 秋の目標を天皇賞、秋ではなく、マイルチャンピオンシップに決定し、その前哨戦として一時は、スワンステークスへの出走の可能性が示唆されていたが、最終的に、富士ステークスへの出走が決定した。また安城は、前走札幌記念に起乗したるメールからもともと、モノ出戦機種である、竹豊に戻ることも決定した。10月21日、 マイル CS 前哨戦の富士ステークスに出走。降り続く雨の影響で不良馬場の中開催された。単勝オッズは3.9倍ながら一番人気に押された。レースでは戦闘集団に加わり、中段より前で進め、最終コーナーで早くも戦闘に立つと安城の部がエアスピネルを ババの中央より外に出し、鞭を2発ほど入れただけでそのままリードを保ち、追い込みを図った2着イスラボニータニに馬身さつけ、解消。京都金杯以来となる、重賞3勝目を飾るとともに、1着馬に与えられる、マイル c s への優先出走権を獲得した。レース後、起乗した武氏は、完勝でしたね。スタートが良かったし、道中も良い走りができた。 道割も苦にしませんでした。どんな距離も走るけど、マイルが一番安定していると、道割への適性があること、様々な距離を走る中で、マイルが一番安定していることを明らかにした。また、調教師の笹田は、やや銃のデイリーハイにサイステークスを飼っているので、馬場はこなすと思っていました。ジョッキーはうまく、前で競馬をしてくれたし、不利なく、スムーズな競馬ができた。 強かったですね。いつもより前で競馬をしていたので、後ろから来られるんじゃないかと思ったけど、押し切ってくれました。マイル戦は、競馬がしやすいし、左回りだと折り合いがつく。次は、マイルチャンピオンシップに、竹豊良き手で行きます。GI を取れる力はあるので、なんとかタイトルを取らせたいと述べた。前哨戦を解消し、マイルチャンピオンシップへ向けて調整されていた。 エアスピネルだったが、11月8日に、主戦騎手の部が調教中に落馬し負傷。右膝の内側側腹副人体損傷と診断され、エアスピネルは、ライアンブーアへの乗り換わりとなることが発表された。その理由について調教師の笹田は、竹豊騎手の怪我の状態と部隊が GI であることを考慮し、オーナーサイドと最善の形を取ったと述べた。迎えた。 マイルチャンピオンシップは前日に降った雨が残り、やや銃の馬場状態の中開催された。人気は前走先着したイスラボニータに次ぐ2番人気に支持された。6枠11番からスタートすると常時中断前で競馬を進め、最終コーナーにかけて徐々に進出。最後の直線では早めに抜け出して外目から先段をまとめてかわし、 一気に戦闘に立つとそのまま勝利するかと思われたが、後方待機から直線で馬群の間を縫って伸びてきたペルシアンナイトに強襲され、最後は首の上げ下げとなりほとんど同時に入戦した。写真判定の結果花さで敗れ2着。6度目の挑戦で悲願の GI 制覇をわずか20センチメートルで、またも逃してしまう結果となった。勝ったペルシアンナイトは3歳馬で、 三歳馬の勝利は史上4投目17年ぶりであった。また、デムーロ自身も JRAGR 年関西多勝体となる6勝目を挙げた。そんな中、エアスピネルに騎乗したムーアは反応が良すぎて早めに抜け出してしまったと述べた。マイル CS5 は山本トレセンへ放牧に出され、年内はレースには出走せず休養に充てることが発表された。 1>, 1月17日、エアスピネルは、リットレーニングセンターに帰球。調教師のササダにより、指導戦を中山記念とし、その後マイラーズカップから安田記念での悲願の GI 制覇を目指すことが発表された。また、前走マイル CS で、ムーアが起場したため安城に注目が集まったが、主戦機種の部に戻ることが発表された。ササダは、去年は、 京都金牌から指導したけど、今年はハンデを考えて見送りました。竹と余機種とのコンビで予定しています。とコメントした。しかし2月14日、右前頭骨に骨膜炎を発症したため中山記念を回避することが発表された。調教師の笹田は程度としては軽いもの。大事をとって来週は見送ることにしました。とコメントした。その後は、 公僕に出され、マイラーズカップで復帰する予定が発表された。骨膜炎で中山記念を回避し、山本トレンで手当てを受けたエアスピネルであったが、4月22日、安田記念の前哨戦であるマイラーズカップに、前年同様に出走。前年のマイル CS 以来5ヶ月ぶりの実戦であったが一番人気に支持された。 レースでは中段で待機すると最終コーナーで進出し最後の直線でモズアスコットをトライにかかるも差が縮まらずさらに後方から前年のマイル CES3 着馬、サングレーザーに交わされ一度も先頭に立つことなく3着に敗れたサングレーザーの勝ちタイム1分31秒3はコースレコード更新となった起乗した武氏は次は良くなるとコメントした しかし5月9日、調教師の笹田により、安田記念を回避することが発表された。笹田は、今週まで楽をさせたが、疲労が抜けないため安田記念には間に合わないと判断した。今週中に山本トレセンへ放牧に出す。また、前走の疲労が抜けず、反動が出ている。レースまで、あと3週間あるが、間に合いそうにないのでと述べた。 マイラーズカップから疲労回復が長引いたことによる判断であった。その後は山本トレセンに放牧に出され、復帰は秋になる見込みが発表された。10月20日、復帰戦としてフジ井恵に出走。ペルシアンナイトなどが集まり、上位6頭が一桁オッズという混戦模様の中、4.1倍の一番人気に押される。しかし、主戦機種だったシは、 本競争に出走するジャンダルムに起乗するため、福永雄一と新たなコンビを組むこととなった。レースでは、先ンで競馬を進めたものの、最後の直線入り口で前の馬が壁となる。残り400メートルで進路を確保するも、そこから思うように伸びず、4着に敗れ、連覇はならなかった。11月18日、マイルチャンピオンシップに出走。 前年の勝ち馬ペルシアンナイトや安田記念勝ち馬、モズアスコット、NHK マイルカップ勝ち馬のアイロリットや、k i ノーテックなど g i 馬が7頭集まった中、エアスピネルは大きく人気を落とし、7番人気に支持される。レースでは、中段につけると3、4コーナー中間地点付近から進出を開始し、直線入り口では、外から先頭集団に並びかけた。 そこから先頭に立つかどうかというところでレースをするも、残り200メートルを切ったあたりから後退し、10着という大敗を喫した。デビューから17戦連続で掲示板を確保してきたものの、初めてそれを外す結果となり、また初めて2桁着順を喫した。およそ8ヶ月の長期休養を経て、箱館記念で復帰。重賞3勝というメンバーの中でも、 圧倒的なキャリアを持っていたものの、最重 58kg のハンデを負ったことや、本場のここぞの時の勝負弱さが嫌われ4番人気となる。レースでは、道中行為につけていたものの直線で全く伸びをかき13着に大敗した。さらに、約1年の休養を経て、キャリア初のダート戦となる、プロキオンステークスで復帰。評価は8番人気と高くはなかったが、レースでは、 中段から手応えよく伸びて、休養明けの初、ダートながら2着に入った。この結果に管理する笹田調教師は状態が戻っていましたし、選択肢が広がりましたとコメントした。父は NHK マイルカップをベースレコードで、東京優秀をコースレコードで勝利し、いわゆる変則2冠を達成したキングカメハメハ。母は週刊賞の勝ち馬であるエアメサイヤ。 エアメサイアの祖母のアイドリームドアドリームは、クラシックにカンバエアシャカールや、クイーンエースのカチウマで、優秀品馬2着などの成績を残した、エアデジャブー、後日のエアラグーンなどを輩出した。そしてそのエアデジャブーが、エアメサイアの母である。エアデジャブーは、エアメサイアの他にアイクカチウマエアシェイディなどを輩出、本馬は、エアメサイアの前兄にあたる。またエアラグーンは、 毎日狼やナルオ記念などの勝ち馬、エアソミュールを輩出している。エアスピネルの前弟にはチャレンジカップ勝ち馬、エアウィンザーがいる。エアスピネルの母方の近親馬また、エアスピネルはノーザンダンサーの5個4のインブリードを持つ。ありがとうございます。